こんにちは、奥園敏子です。今日はナスの肉味噌炒めを作りたいと思います。ちょっと前にね、奥園流焼きナスというのを紹介しました。そしたらね、ほんとたくさんの方にね、作っていただいてね、あ、上手にできました、美味しくできました、もう今までの中で一番美味しくできましたっていうようなね、嬉しいコメントをね、本当にたくさんいただきました。ありがとうございます。それでね、今回はその奥園流焼きナスの応用編です。それを使ってね、炒め物も上手にできるのでね、奥園流焼きナスのやり方でナスを炒めて、そして甘辛い肉味噌と絡めた一品になります。作り置きもできますのでね、ご飯にもいいし、お酒にもいいし、そしてお弁当にも重宝する一品です。では作っていきましょう。材料です。まずおナス、今日は2本ですけれども、もう少し増やしても大丈夫です。青じそたっぷり、生姜、そして豚ひき肉、今日は赤身の部分です。塩、片栗粉、合わせ調味料として味噌、みりん、蜂蜜、お水です。そして炒めるごま油です。ではナスを切っていきます。奥園流焼きナスを作っていただいた方はもう分かってくれたると思いますけれども、ナスは切ったら塩水につける、これが奥園流の最初のポイントですね。なので塩水を先作っておきます。塩水の割合は水1カップに対して塩小さじ1です。でこれはもうボウルの大きさとかナスの量とかによってその割合で増やしてください。今回はですね、このボウルだとまあ2カップこれ水が入っていますので、ここに塩、塩もねきっちりきっちり測らなくても、だいたい小さじ2ぐらいで入れてもらうといいと思います。これで、まあ、ちょっと溶け切ってなくても大丈夫です。ではナスを切っていきます。まずヘタ、ヘタはもうこれギリギリのところまで落としてもらって、ちょっとで、もうこういう風に剥いていきますね。こんな感じです。あんまりギリギリまで食べられます。それで焼きナスの時はこういう風に半分に切って、そしてこう皮目にこう切り込み入れたんですけれども、炒め物の時はそうしなくても大丈夫で、今回はこんな風に切ります。長さを半分に切って、また半分に切る、こんな感じで切っていきます。そうするとね、食べ応えもあって上手に炊けます。長さ半分切って、そしたらこれを先ほどの塩水につけていきます。でまあナスアクそんなないやんって言わはる人もいますけど、これはなんかアクを抜くっていう意味もあるんですけれども、塩水につけることによってね、ナスの水分を外に引き出しているんですね。なので後で蒸し焼きにするときに上手に水分が出るようにここで塩水につけています。では合わせ調味料を合わせておきます。お味噌です。これはお家にあるもう普通のお味噌で大丈夫です。ここにみりんですね、そして蜂蜜、これもちょっとスプーンで測るとめんどくさいのでここで入れていきます。でね、この蜂蜜の量、今味噌とみりんと蜂蜜全部同量にしてるんですけれども、まあ、甘さがあんまり甘いの好きじゃない人は蜂蜜半分ぐらいにまで減らしてもらっても大丈夫です。これで甘さを加減してください。そしてあとこれお水なんです。これはあと全体にうまく調味料が絡むようにちょっと緩めています。水。そしてここで混ぜときますね。ちょっとシャビシャビした感じですけど、このちょっとシャビシャビした感じの方が後でうまく絡むんですね。はい、これでできました。では今ナス5分ぐらいつけましたので、ナスを焼いていきたいと思います。もう奥園流焼きナスと同じです。ピュッピュッと水切って、あ、今フライパン冷たい状態です。ピュッピュッて水切って入れてます。そして今ナス2個なので、油は奥園流大さじ2分の1ぐらいの油でこう全体に混ぜますね。でね、今日はね細かく切ったのにこう手でこう混ぜます。こう手でその方がもう早い、全体にこうね行き
渡らせて、そしてここ一緒なんですけれども、皮目を下、皮目を下にして蓋をして火にかけます。そして蒸し煮でだいたい3分です。はい、今でだいたい3分ぐらい経ちました。あの火加減なんですけれどもね、あんまり強いと焦げますけれども、あんまり弱すぎてもうまくいかないので、今こんな風にプチ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 って言ってるこれぐらいの火加減がいいです。でだいたい3分です。でこんな感じ、こんなね、もう焼き出すときはいろいろひっくり返しますけど、もうここに切ってあるので、もうね、あのこんな感じ、ほら、ナスツヤツヤ、ナスツヤ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 。今の工程だけがね、いつもの炒め物と違うだけでね、お口の入れてもらうと、あとはここからはもうほら、普通のナスの炒め物と一緒なんですよ。だから最初にこのお口の入れを入れてもらうと、いろんなお湯ができると思います。ほら、ナスツほらツヤツヤでしょ。油もうすぐ2分の1しか使ってないんですよ。なのにこんなツヤツヤで、今何してるかというと、ちょっと白いところちょっと焼き色つけたら美味しそうかなと思って今焼いてます。そうすると本当にナスね、美味しいんですよ。あ、ほらほら、これほら、こんな感じ、こんな感じ、ほら、いい感じ、いい感じ、いい感じ、ほら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 、めっちゃいい、美味しそうやん、美味しそう、めっちゃ美味しそう。でね、煮込みちょっと一回取り出します。なんで取り出したかっていうと、ナス端っこに置けて、でここでひき肉炒めてもいいんだけど、やりにくいんですよ。もうそれやったら一回出した方が私は楽やと思います。でね、もう本当はひき肉冷たいところから行くんですけど、今火が止まっている状態で今ひき肉入れますね。パパこれ10言うてますけど大丈夫です。今火止まってるのは大丈夫です。で塩入れて、ここもいつもの同じように、生姜もここで誘導して、焦らなくても大丈夫。フライパンの温度どんどん今下がってるから焦げつくことはありません。で、ひき肉の油は今溶け出してきてますので全然大丈夫です。で、ここでちょっとまだ全然大丈夫で、ここで火をつけます。はい、こんな感じでひき肉に火が通りました。そしたらここからがポイントなんです。このひき肉とナスを炒めた時って、ひき肉とナスがバラバラになってうまく絡まないんですよね。そこで使うのが片栗粉です。これは実はですね、トマトジャジャ麺の時にも紹介してるんですけれども、ひき肉に直に片栗粉をまぶしていきます。で、片栗粉をまぶす時に火を止めてください。一旦火を止めて、そしてここに片栗粉を振り入れます。少しなんですけどね、これでね、もう全然あのひき肉がうまく絡むんですよ。で、まだ火をつけてません。この火を止めた状態でここで片栗粉をひき肉に絡めてください。ひき肉を最初生の時に片栗粉を入れて炒めたら一緒なんちゃうかって思わはるかも分かりませんけど、そうするよりね、ひき肉に火が通ってからここであの片栗粉でコーティングした方がね、うまくね、ひき肉が絡みます。まだ火ついてませんよ。これ火止めた状態で今混ぜてます。そしたら火を止めた状態で先ほどの色のいいナス、ここを入れます。ナスも入れて、ここから早いですよ。そして合わせ調味料もここに入れちゃいます。あのちょっと言ってますけど火止まってます。そしたらここで火をつけて一気に絡めていきます。ここめちゃめちゃ絡むんですよ。ほらほら、めちゃ絡んでませんか。あの片栗粉自体にとろみがついてすごい絡むんです。ナスの色もいい、ナス自体もすごく美味しくできていて、ひき肉が絡んで、でもこれでもすごく美味しいんですけど、私のおすすめはね、最後にじゃん、青じそ、これ入れるとめちゃめちゃ合うんですよ。ナスと味噌とひき肉と青じそめちゃ合う。青じそはここヘタを取って、もう手で青じそをね、手でちぎるとめっちゃ香りがいいんですよ。そしてね、
最後彩りにね、唐辛子振った方が彩りは綺麗なんですけどね、青じそはこういうふうに一緒に炒めた方が絶対香りがいいんで、一緒に炒めてください。ほら美味しそう。あ、ちょっとね、味噌が焦げてる感じがすごい美味しそう。はい、これでしそが火が通ってこう馴染んだら、はい、これで出来上がりです。お味噌の焦げるでちょっと甘い香り、そして青じその香り、ナスツヤツヤ美味しそう。早速食べたいと思います。いただきます。これもね、たっぷりお肉味噌と一緒にとって、肉味噌もとって、美味しい。あのね、奥蔵流の焼きナス、あの焼き方でやるとね、とにかくおナスがジューシーで美味しい。そこに加えてこの肉味噌、このね、ちょっと甘めの肉味噌めっちゃ合います、ナスに。でね、あのあそこで片栗粉やったから、ひき肉もパラパラしてなくてね、いい感じに絡みます。でそこにね、あの味噌の甘辛い味にね、青じそ、これもめちゃめちゃ合うんですよね。なんやろ、ナス、味噌、青じそ、これ黄金トリオですね。もうめちゃめちゃ合う。冷蔵庫に入れておいてもらうと2、3日は大丈夫ですのでね、作り置いてもらうことも可能です。ご飯にもいい、お酒にもいい、お弁当にもいい、もう最高。これからまだまだナスの美味しい時期が続きます。ナスたっぷり食べていただきたいと思います。とっても美味しくできました。ぜひお試しください。この動画を見て作りたくなったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では、次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。